日常生活から学ぶ日本語。今日は日本の自動販売機から日本語を学びましょう。いろいろな自動販売機があります。はい、それでは自動販売機のクイズをしましょう。自動販売機クイズ1番目。スマホの QR コードやカードで買うことができるでしょうか。3、2、1。買うことができません。QR コードやカードは使うことができません。次の問題です。自動販売機で紙幣は使えるでしょうか。3、2、1。はい、もちろん使えます。こちらから紙幣を入れてください。次の問題です。自動販売機でお釣りは受け取れるでしょうか。3、2、1。はい、もちろん受け取れます。こちらのレバーをひねってください。次の問題です。甘くないコーヒーを飲みたいとき、どれを買えばいいでしょうか。3、2、1。ブラックと書かれたものを選んでください。ブラック。これが甘くないコーヒーです。次の問題です。温かい飲み物が飲みたいとき、どれを買えばいいでしょうか。3、2、1。赤いラベルのあったかーいと書かれたものを選んでください。あったかーい。ちなみに、この青いラベルは冷たい飲み物です。次の問題です。この中で一番高い飲み物はどれでしょうか。3、2、1。はい、こちらのカフェラテです。カフェラテは170円です。この中で一番安いもの、飲み物はどれでしょうか。3、2、1。こちらの紅茶です。80円です。それでは次はタバコに移りましょう。タバコの問題です。日本のタバコはだいたいいくらでしょう。3、2、1。はい、だいたい600円です。はい、日本のタバコの 60% が税金です。高いですね。はい、それでは本日の日本語の勉強は終了です。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。